もこの暑さの中でやっぱこう自分たちが持てる時間っていうのをね少しやっぱ作りたいっていうのは福岡正直あったと思いますよね、入ってきたクルクスこぼれて重弘のミドルがヒット。さあスローインロングスローでボックス内のパンマーフリックでバウンド山岸バランサー石津に変わりました。ハードワーカーの金森が入りました。さあ先に動いたのは福岡です。山岸ターンをしてパンマワンツー山岸来たぞ山岸のシュートだーパンマ山岸ツートップで結果を出しました。アビスパ福岡ホームの福岡先制です。ツートップでのワンツー最後は流し込みました山岸。当たったということです。 VAR で今の桃今ねジェスチャー出ました桃のコントロールで上がったところ手に当たった、はい、ゴールは認められません。小野瀬は胸コントロールでマイボールにして当ててというところですが金森に入る金森つないだワンツー金森一人飛ばして右足のシュート